はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、エヴァ RT 初号機 GR スープラの方をチェックしていきます。はい、しっかり見ていきます。こちらのモデルはエヴァ RT 初号機 GR スープラのモデルになってます。もう見るからに格好さが伝わってくるモデルだね。ベースのボディカラーの方を見ていくと紫色のメタリックっていうような感じかな。そしてこういったところにはグリーンのラインとかオレンジ色のラインでデザインがされてあるね。もうこれも見るからにエヴァンゲリオンのイメージカラーだね。まずはフロントの方から見てみます。中央の部分にはトヨタのエンブレムがしっかりとプリントされてあるね。ヘッドライトの部分はシルバーの彩色にはなってるんだけど、やはりデザイン自体はめちゃくちゃかっこいいね。もうかっこいいしか言いようがないようなデザインなんだけど、グリル周りの部分も当然ながら作りの方は細かいね。そしてやはりこういったエヴァンゲリオンカラーというか、こういうところのデザインがさらにかっこよさを引き立ててるんだろうね。ボンネットの方を見ていくと横浜トヨペットっていうようなプリントもしっかりとされてあるね。そしてボンネットの中央の部分にもこんな感じでしっかりとプリントというかデザインの方もされてあってかっこいいね。まあ、ボンネット周りもフルラッピングっていうような感じのデザインだね。そしてルーフの方を見ていくと、この部分にはエヴァ R、 そんなようなプリントもされてあるね。まあ、ここも全部プリントというか、まあ、フルラッピングのようなデザインだね。助手席側の側面の方を見ていくと、ドアの部分には横浜トヨペットっていうようなプリントがされてあるね。ボディカラー自体もまさにエヴァンゲリオンカラーっていうような感じで、アンダーの部分はこれはオレンジ色の彩色になってて、この部分はしっかりと、まあ、シャーシの部分にプリントがされてあるというかカラーリングがされてあるね。パープルのデザイン、そしてこの中のグリーンとオレンジ、まあ、よく見るとこの辺りガンメタのような塗装も入っててかっこいいね。リア周りの方を見てみます。テールランプの部分はレッドの塗装になってるね。だけどこのテールランプの周りのこういうグリーンの細かなライン、こういうところまでしっかりと作られてあるね。アンダーの部分、こういう部分にオレンジのラインも細かなプリントというか彩色がされてあってかっこいいね。特にリア周りには何かデザインというかプリントとかはされてないね。まあ、ここを見るとなんとなくだけどトヨタのエンブレムがあったようなところはちょっとこんな感じでガンメタのような塗装で塗り分け、まあ、塗られてあるような感じかな。まあ、シャーシの部分とかはこの辺りはノーマルのスープラ、そんな感じになってます。運転席側の側面の方を見ていくと、助手席側と同じくして横浜トヨペットっていうようなプリントだね。まあ、サイドの部分のデザインも、まあ、反対側と同じっていうようなデザインになってるんだろうね。まあ、左右非対称、そんな感じではなくて左右対称だね。そして真上の方から見てみるとこんな感じで、まあ、フルラッピングのこのデザインめちゃくちゃかっこいいね。内装の方を見ていくと、内装カラーはブラックで作られてあるね。まあ、当然だけど内装の部分っていうと通常のベーシックトミカの GR スープラと同じになってるかな。アクションの部分はしっかりとサスペンションの方がついてます。よく見たらタイヤの部分のこのリムの部分も紫色、ボディと同色のような感じで塗装がされてあったんだね。よく見ないとちょっと気づかなかったかな。シャーシの方を見てみると、トヨタ GR スープラナンバー117番の2019年のシャーシだね。そしてこの部分にはライセンスの方も別に表記がされてあるね。こうやって見ていくと特注トミカらしく、もうフルラッピングっていうような感じなので、ここ最近のトミカ、特注トミカの中ではひょっとしたらピカイチというかナンバーワンかもしれないね。まあ、これは私の個人的な考えだけど、本当に素晴らしいトミカの一つになるんじゃないかな。そしてこのデザイン自体っていうのもエヴァンゲリオン、まあ、初号機ということで、実際サーキットとかでも存在するような車だよね。なので実車、そういったものがトミカで再現されたっていう感じだね。まあ、そういうところから考えてみてもなかなか貴重な一台っていう感じだね。ボディカラー自体パープルのメタリックの中にグリーンとかオレンジとかガンメタとかいろんな色が使われてあってなかなか良かったね。グリル周りの部分を見てみてもこんな感じで、この入り込んだような作りの部分にもしっかりと塗装がされてあるんだよね。まあ、こういうところを見てみてもやはりかなりこだわった一台っていう感じかな。当然ながら横浜トヨペットとか、まあ、この辺りのボンネットには嵐だって書いてあるのかな。
そしてこの部分にも何か文様のようなデザインがされてあって、ルーフの方にもしっかりとプリントがされてあるよね。まあ、こうやって見てみたら本当にフルラッピングというようなデザイン、ここまでの塗装感、まあ、質感っていうのが作られてあるトミカは、まあ、正直なところなかなかないんじゃないかな。まあ、当然ながらパッケージデザイン自体もかっこよかったよね。ちょっとこちらのパッケージの方もしっかりと見てみます。箱の方は正面のパッケージにトミカの写真だね。パッケージの方も特注トミカらしくてすごくかっこいいね。エヴァ R っていうような感じで書かれてあるかな。サイドの方を見てみると、あ、この部分にもこんな感じでかっこいいパッケージになってるよね。そして上の方を見ていくと、この部分にはエヴァンゲリオンのライセンスの方もしっかりと、これはシールで貼られてあるような感じかな。なかなかかっこいいんじゃないかな。そして裏の方を見てみると、こんな感じで、まあ、製造元の方はタカラトミーアーツになってるね。こうやって見てみるとパッケージから見てもうトミカもかっこよかったけど箱の方もかっこいいね。これはコレクターアイテムとしてはマストアイテムっていう感じかな。はい、こんな感じで GR スープラのモデルをもう1台並べてみました。こちらの右側のモデルはベーシックトミカのナンバー87番の GR スープラ富士スピードウェイセーフティーカーモデルになってたよね。こちらのモデルもベーシックトミカなんだけど特注トミカに匹敵するぐらいのデザインというか、まあ、そういった作りだったんだよね。まあ、富士スピードウェイでも存在しているような車両だったね。まあ、こういったモデルを2台並べてみるとさらにレース感というかレース会場の雰囲気が味わえるんじゃないかな。そしてこちらの今回特注トミカのエヴァ RT 初号機 GR スープラの方は、まあ、特注トミカというだけあってもうやはりデザイン自体にも相当力が入ったような感じだよね。まあ、当然ながら特注トミカということで価格の方もまあ税込み1000円だったかな。そしてこちらの方は通常版なので、まあ、400円前後ぐらいで購入できるのかな。まあ、だけどやはりこの400円と1000円の違い、まあ、1000円出してでもこちらの特注トミカ手に入れたいね。まあ、トミカファンとしてもトミカコレクターとしてもまたエヴァンゲリオンのファンとしてもこういったモデルしっかりとゲットしておきたいね。コレクターアイテム必須の1台だね。はい、今回は特注トミカエヴァ RT 初号機 GR スープラのモデルをチェックしてみました。予約した時から早く来ないかなと思って待ちに待った1台だったね。そしてやはりサーキットでも実在するモデルがトミカで再現されてしっかりと特注トミカで出てきたっていうのは嬉しいね。そして私は今回オンラインショップの方で予約をして購入したわけだけど、まあオンラインショップで発売されたスタートの時は即完売状態のモデルだったね。まあ当然ながらトミカファンだけではなくてエヴァンゲリオンのファン、そしてレースのファンとかそういった方たちも手に入れたかったモデルだろうね。そして今後はこういったモデルレース会場とかでも販売が予定されてるね。なのでこれから手に入れようと思ったらまだオンラインショップの方もチェックする、まあそういうところも大事だし会場の方に行ってみるっていうのも一つだね。まあフリマサイトとかオークションサイトとかだとちょっと高値になってるのでそのあたりは気をつけたいね。まあ今回実際手に取ってみたけどやはりフルラッピングというかこれだけしっかりとプリントがされて細かな作りでしかも価格の方も1000円、それぐらいって考えるとコレクターとしても必ず手に入れておきたいモデルだね。まあ、価格の方は税込み1000円と言いながらも送料が別途かかってくるので1台あたり、まあ、1800円とかそれぐらいになってくるかな。特注トミカでこれだけのレベルのトミカ、かなりレベルの高いトミカ、今後も特注トミカで出てきてほしいね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。